眠ってる？今、何か言った？何か話すべきことがあるんじゃない？必要ない。ああ、そうだ。僕も覚えているよ。その後、彼は。本当か？僕の印象とは全然違う。本当さ。それで。ではまた今度話そう、ケビン。ああ、また、す。ねえ、ケビン。今、何の話をしていたの？楽しそうだったわね。過去の話だ。過去の話ね。何か。スーと話してるあなたは、なんだか別人みたいよね。私が知ってるあなたよりもずっと明るくて、優しい気がする。それが最初のあなたなの？千葉学園の王子様。僕はずっと僕だ。嘘？さっきはこんなに冷たくなかったのに。はぁ、これが男の子たちの友情ってものかしら。羨ましいわ。用がなければ先に行くが。待って！あなたとスーやメイの話をもっと聞かせてよ！ケビン！